調律の巫女の末裔よ、魔王に会うのです。目が覚めた時、知らない世界に私はいた。私一人では到底ここまで来れなかった。今、まぶたを閉じれば走馬灯のように蘇る。なぜ自分がここにいるのか、なぜ自分が戦っているのか、よくわからないけど、初めてみんなと出会った時、なんとかなる気がしたんだ。慕ってくれた、慰めてくれた、知恵と勇気をくれた。強くなるために固く結ばれた日々のこと、私は絶対に忘れない。でも今は感傷に浸っている時じゃない。お前は知っていたのか、今日本能寺で何が起きるはずだったのか。だから私は戦わなくちゃならない。まだ運命は私たちに味方してるって信じてる。世界を救うのではなかったのか。そのために禁止にまで手を出したのだろう。こんなことになるならどうして私を拾われたのですか。私は何のために今日まで生きてきたのですか。覚悟ならとっくにできてる。あなた方は死ぬのですよ。だって殺すために戦うんでしょ。刀を抜け、紬。歴史を変えるなんてこと許しちゃいけない。歴史は人の思いで紡がれていくものだから。サンキューフォーウォッチング。ザ・トレイラーフォーサムライメイデン。サムライメイデンイズアガールズソードファイティングアクションゲームフィーチャリングアロットオブキュートガールズ。サムライメイデンウィルビーリリースドオンディセンバー8 2022 by it everyone please please please。 そうだ、 there is also a deluxe edition。